こんにちは、よっちゃんです。見てください、なぎショールはこんな感じに進んでおります。かわいい感じに進んでおります。まあもうスカーフにはなるくらいの大きさになりました。かわいいです。はい、そんな感じでなぎショールを編みながらお話ししたいと思います。今日はっていうか、まずね、購入品紹介なんですけど、じゃーん、このチャーミンカラバーソックスっていう本を購入しました。こちらはですね、なんか YouTube じゃなくて、なんだろう、インスタかな、インスタかなんかに、多分私が靴下編みも好きだし犬も好きだしってことで、なんかインスタがおすすめに上げてきた靴下の写真がありまして、これはね、ラベルに載ってるから見せていいと思うんだけど、それでね、犬のね、編み込み模様の靴下、めっちゃ可愛い靴下が私のインスタにね、乗っかってきたっていうか、出てきたんですよね、おすすめみたいなのに。見てよこれ、これラベリーだから、これの靴下が出てきてインスタに、めっちゃ可愛いじゃんと思って、柴犬がね写ってて、つま先の方には肉球が写っててっていう、これもうインスタ見た時に一目惚れして、でどこでラベリーで入手できんのかなっていろいろね見漁ってて探してたら、どうやらこれはね、出版メディアってところがこの本になってて、この本にパターン載ってるよみたいなこと で、この本どこにどうやって手に入れるんだろうと思って、すごいねいっぱいググってたら、 Amazon で買えることが分かって、 Amazon で購入しました。そんで、まあ私はその柴犬の靴下がめっちゃ一目惚れして、もう他のねパターン全然見ないで、とりあえずその柴犬が見たかったんで買ったんだけどね、もう載ってる25種類載ってるんだけど、どれもこれも可愛くて、裏表紙なら見せていいと思うんだけど、まあ、こんな感じで、これはアヒルとかね、サクランボとか、雪の結晶、これはリンゴだ、リンゴ、これはしましま模様にここに蝶々が乗っかってる、全部編み込みのパターンで、他にもね、なんかブドウとか、キノコの柄とか、お花の柄、オレンジ、みかんの柄、唐辛子の柄とか、スパイシーソックだって、超かわいい。コーヒーの柄とかね、あんのよ。コーヒーとかさくらんぼでしょ。これお花でしょ。もうほんとね、いろんな種類の、お花はお花でもいろんな種類のお花のね、編み込みがあったりして、まあどれもこれもかわいいんだけど、とりあえず、この柴犬がね、かわいくて、これとかチューリップじゃん。チューリップもかわいいけど、違うお花がボンボンボンって乗っかってるお花の種類もあれば、なんかスズランみたいなお花のも、なんか柄のやつもありました。で、これは全部英語のパターンで、全部英文です。英文で文章パターンなんだけど、まあなんか、全部、似たようなというか、全部さ、つま先から編むか、履き口から編むかって感じで、
そんなに2ドル1と2に分けて編むって感じがもう主だから、うん、奇抜な編み方しないから多分読めそうだなって感じで、このねパターンは読めると思うんだけど、最初のね方にこの作者さんの思いとかがブワーって載ってんのよね。あとなんか多分これは編み方のこうやって編んだら綺麗に編めるよみたいな説明、ブロッキングについての説明とか、チョイスカラー、カラーのチョイスのおすすめとか、フィニッシングブロッキング&ケアオブソックス、ケアについてとか、なんかそういうねワンポイントみたいなやつはもう英文がブワーって書いてあるから全然読め、いつか読めるようになりたいなって思うんだけど、そういうのは読めないけど、パターン自体は多分ね、うん、読めそうって感じですね。 K6 とかさ、 M1R、M1L とかそういう感じなんで、もうめっちゃ編むのが楽しみでニヤ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 してます。柄のところはマス目でさ色が塗ってあってさ、この通りに色変えしてくださいねっていうチャートのマスのチャートがあって、それ通りに多分編んでいけば大丈夫で、編み方自体としては文章パターンで書いてあるっていう感じです。ソフトクリームもあるソフトクリームのソックスもありました。かわいい、もうこれ超一目惚れして、あ、52週のソックスの本も買おうかなってね、そっちの方1年くらいねずっと迷ってんだけど、こちらはもうねインスタで見かけた瞬間に買ってしまいましたね。まあ52ソックスも買おうかなって思ってんだけど、買おうかなってずっと思いながらも1年が経ち、第2弾が発売されるっぽいですね。もうまあ第2弾発売されるってことはまだ廃盤にはなんないでしょっていうことでなんかニッティング本は廃盤になるってよくね聞くから、なってからだとすごい後悔そうだから買っとこうかなって思うんだけど、まだまだ買ったのに編んでないパターンのがいっぱいあるからさ、なんかこれもね編まなきゃ、編まなきゃっていうか編みたいし、パターンばっかりどんどん増えていく罪悪感があってなかなか手が出せないんですけど、まあ、買ってしまいましたね。あ、これは買ってしまいまして、52ソックスも多分買うでしょうね。そんでですね、私ずっとね針を買いたい買いたいって言っていまして、まあ今これね、これ前回言ったドット&ツイードソックスだっけな、ツイード&ドットソックス、新橋手芸部さんのソックスを今編んでいて、でもねやっぱりねこれは一体型で、もう一体型で編んでんだけど、一体型1個しか持ってなくて 2.25 ミリしか持ってなくって、付け替え輪針で編んでたらもうね編み込みのやつは糸が2本さ渡るわけだから、なんか結構ねここがやっぱね結構当たるなって感じて、いつもスライドすんのがなんか引っかかってやだなって思ってたんだけど買っちゃいましたね。そんで結局
なんだっけ、ヒヤヒヤじゃなくってアーディじゃなくってチャオグーだ、チャオグーの針買っちゃいました。はいソックス用のやつ買っちゃいました、細針。あのほんとね、セット持ってるのにすいませんっていう感じ。あーチューリップのねセット持ってるんだけどごめんなさいっていう感じで、あのちょっと弁解させてもらうと、まあ、こちらのソックス全部 US サイズで針の号数当たり前だけど書いてあって、まあねそれ通りに、まあ、US サイズもさ日本サイズもさ針なんて 0.00 何ミリしかさ変わんないからさそんな大差ないと思うんだけど、なんかやっぱり US サイズの指定されたサイズの針で編みたいなと思ったのね。でまあチューリップの輪針とチャオグーの輪針セット2つあれば、日本のパターンの時と英文パターンの時とどっちもね対応できるっていうことと、そうですね、あとみんなチャオグーがいいよって言ってくれたんでチャオグー一回使ってみたかったなっていうのと、まあ編み物は多分なかなかやめないと思うのでいいかなっていうのといろいろ言い訳をしてあの買っちゃいまして、でもねなんか1万8000円くらいで私が見てたサイトあのセットだと、で単体でね100センチとか80センチの買おうかなと思ったんだけど、全部揃えたら結局1万くらいかかるじゃんと思って、うーんどうしようかなって、そんでこのねパターンの方を見て、なんかよく使えそうな号数のものだけ買おうかなと思ったんだけど、結構どの号数も必要というか当たり前だけど、なんかその一個一個のソックスによって針の太さが微妙に全部違うからどれか一つって決めらんなくって、で欲しいなーってつぶやいたら、あのリスナーさんがエッツイで安くね売ってるから、もし急ぎじゃないんだったらエッツイで買うのがいいよって教えてくれて、あそうなんだって全然知らなくて、エッツイで買ったことないから、でも別に全然急いでないし針ねあるしね、チューリップのやつ全然急いでないから安い方がいいやと思って買ったんです、1万3000円くらいのやつ、もう超いい買い物したって自分では思ってます1万3000円のやつね、いいよね、いっぱい編むからいいかなって。だから52ソックスも多分あれは見たことないけど US サイズで乗ってんじゃないかなと思うんで、それもねぴったりの針サイズで編めるだろうしっていう言い訳ねさせてください、たくさん編もうと思ってます。なんかネズミのソックスもあるわ、かわいいんだけどパターン見せられないのが残念。なんかね最初の方のねこの作者の方の思いみたいなとこのページにね、なんとなくアニマルが好きって書いてあったような気がすんだよね。なんかどっかに書いてなかったっけな、まあいっか、なんかでも柴犬のパターン書くくらいだから動物好きな方なのかなと思うんですけど、かわいい、
チャロットストーンさんっていうのかな、かわいいです。で、輪針も届いたらまた紹介しようと思いますけど、まあみんなどういうものか知ってると思いますけどね。そんな感じでございます。はい、もうね、でもそのチャオグ買ったから、もうみんなチャオグいいって、ペアアイル編む方もねチャオグで編んでるみたいで、チャオグの細針で、だからね私もねペアアイルやりたいから、編み込み大好きだから、だからいいじゃんね。針サイズだけ、あ、針サイズじゃ、コードの長さだけちょっと長いの、多分チャオグの最初のセットには80センチが最長っぽかったから、まあフェアアイルとか編むんだったら100センチのコードだけ足しとけばね、ウェアも編めるんじゃないかなと思うんで、いい買い物したって思ってます。はい、そんで、私が前回の動画でかな、なんか英語をね勉強 しますみたいなことを言って勉強してますみたいなことを言ってて、そしたらいろんな方が英語を教えてくれるって言ってくれて、いろんな方っていうか数名の方が英語をね教えてみてくれたりとか、英会話レッスンしてくれる方もねなんかいてくださって本当にありがたいなと思って、英会話私の想像をはるかに超えたレッスンがね受けれそうな感じで、本当に本当ありがたすぎて涙って感じでした。ありがとうございます。みんながねなんか助けてくれて、なんでほんとね格安の格安でちょっと英語を勉強させてもらっている感じで、ありがたいです。申し訳ないんですけど、で結構最近はその自分で英語勉強して、あ、この英語はこうやって使うのかって思ったらそれに習って、ツイッターで英語でつぶやいたりとかして、ちょっとなんか英文を作る練習とか、英語の単語を検索するみたいな、わかんないのあったらすぐ検索してっていうのをねやって、ちょっと英語の勉強頑張ってます。インスタグラムでも外人さんが喋ってる内容はほんとすぐ翻訳ボタン押さないで一通りちゃんと読んで、わかんない単語は検索ちゃんとかけて、なんとなくこう言ってるかなって分かった時に翻訳っていうボタンを押すようにしてます。なんかねこの前超かわいいね外人さんに、ニッターさんのインスタ見つけて、 YouTube 見つけてフォローして、でその方がねお友達とね毛糸屋さん行ってて、なんかヘブンってワード使っててヘブンに行ったみたいな感じで書いてあって、もう毛糸屋さんのこと天国って略してて、はい、天国そうだなって思いながらニヤニヤしながら投稿で勉強させてもらってました。超かわいい。でなんかねその人はあんまりね長文のね文章を書かないか感じの子だったんでちょうどいいわと思って、
その方の英語学ばせてもらったりして頑張ってやってます。で、なんかね、ペンパルサイトで、外人の方、いろんな外国人の方の交流サイトみたいなのに登録して、あのメール交換しましょうみたいなのでやり取りしてて、でね、23歳の女の子とやり取りしてたんだけど、なんか返事が返ってこなくなっちゃって何回かやり取り続いててね、その子も外国人のお友達が欲しいとかって書いてあったから、あ、いいじゃんと思ってのメッセージね、私から送らせてもらったんだけど、ちょっと多分私のね、英語が拙なすぎてかな、嫌になっちゃったのかわかんないんですけど帰ってこなくなっちゃいまして、ちょっと残念なんですけどねもう帰ってこないかな。その子とやり取りさせてもらいながら英語勉強させてもらって、そうそう、あの文章を作りながら英語を勉強させてもらってたんですよ。なんか英語の参考書とかって本当にね、参考書なんか持ってないけど英検のアプリとかやってると本当に全然ね、使わない英語ばっかり出てきて、あの身に入らないので、喋りたい内容のことを、あの喋りたい人と喋りながら文章書きながら勉強していく方が私には合ってんなと思ってね、それでやってたんだけど、で私も登録してるからね、いろんな外国人の方があの私にメッセージくれるんだけど、で私はニッティングが好きみたいなこと書いてね、プロフィールに書いて募集してますみたいな感じでなんだけど、もう本当にね、メールが来る人来る人みんな男性の方で、男性の方は私あんまり、あの女の子と一緒にキャピキャピおしゃべりしたいので、あんまり男性の方とねメール、私がちょっとブチっちゃうかもしれないなと思って、あのメールいっぱいいただくんだけどね、全部メールの返事してなくって、でも女の子からのメールは全然来ないし、なんでね、どうしようかなって、あのなんかお友達が作れれば勉強できるし、おしゃべり楽しいし、一石二鳥だなって思うんだけどね。とりあえずね、ニッティング YouTuber の方、私はほらなんかあんま映画も好きじゃないし、ドラマとかも好きじゃなくって、あの日本のものでもね、映画とかドラマ全然見ないんですよね、全然ハマんなくって、だからとりあえずニッティング YouTuber の Vlog が見れたらもうそれが大満足なので、あの見れるように、聞けるようにね、頑張って勉強しようと思ってて、楽しんでやってます。そう、でもそのサイトだとね、全然ね、女の子が引っかからないし、あの趣味がね、結局同じ趣味の人の方が話盛り上がんなって思って、ニッティングが趣味だってことを言っても全然ね引っかからないので、ちょっと YouTube でね、誰かお友達になってくれる人いないかなと思って、今度 YouTube で英語で喋っている動画を出そうと思います。もう撮ってあるんだけど、 YouTube
で、私の拙い、しかも英文法もめっちゃバラバラな、この英語で伝わるのか知んないけど、ちょっとね、載せてみようと思います。誰か一人でも、なんかコメントとかくれたら嬉しいなと思って。くれるかわかんないけど、恥ずかしいけど、でもなんかこの勉強した英語をこう喋ったりなんか発信してアウトプットっていうのをしていかないと全然私すぐ忘れちゃうし、こうねノートにメモったりいっぱい紙に書いたり英検のねアプリで勉強したりしてるけど、それだけじゃ全然使いたくって、私は英語なんか英会話できるように なるのが目的じゃないんだけど、でもまあどうせやるならね英語も喋れるようになりたいし聞けるようになりたいし、まあ、一番はちょっとね外人さんのお友達が、しかも趣味が編み物っていう、趣味編み物の外人さんの、お友達が欲しいので、ちょっと YouTube でアップしてみようと思いますので、ね多分ね本当に お聞き苦しいと思うんですけど、なんでタイトルに何か英文のタイトルにするので、それは英語で喋ってますので本当聞きたくないなって思う人は聞かないでおいてください、注意してください。なんかムズムズしちゃったりなんか気持ち悪いなって思うかもしれないので結構しかもさ英語に触れているお仕事の方とか英語ペラペラな人とかが私の英語聞いたらアレルギー出ちゃうかもしれないので聞かないでおいてください。そんなこと言ったら現地の人も本当にネイティブのアメリカンの方とかもアレルギー起こされちゃうかもしれないんだけど、まあまあちょっと自分の勉強のためにもちょっと YouTube に動画を載せてみたいと思います。そのうちさ、なんかペラ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 喋れるようになったら、うわ前のこの動画すごい発音全然できてないじゃんっていい思い出になるかもしれないし、とりあえずやってみた方がいいと思うので、やらないより。ちょっとねトライしてみようと思います。で、なんかいろいろ教えてもらえれば嬉しいですアドバイスもらえると嬉しいです。なんかね、一個ね、このソックスのカラーワークソックスのパターンの本買ったら、アマゾンがいっぱいそういう洋書、編み物洋書みたいなのをね私におすすめしてきて、どれもこれも可愛くって、あーもうどうしようってなっちゃってて、とりあえずはチャオグー来るのを楽しみに待ってるんですけど、そのうち本がいっぱい溜まってきそうです。とりあえず糸もそのうちいっぱい溜まってくだろうけど、本も溜まってきそうですね。とりあえずはそんな感じで、今ね英語の勉強もめちゃくちゃ、まあ、楽しくね教えてもらって、
教えてもらいながら楽しくやってるので、英語の勉強もね時間が取られるしね、あの結構ね時間、ちょっとの文章を作るだけでも1時間くらいね、もうゆっくりね検索かけながらやってるから、英語の勉強も時間解けるし、編み物もねもちろん時間解けるんで、あ、本当にね、なんかもう一日さ仕事しないで一日編んでてもいいってなったってもう編めないじゃん、全部は多分全部の編みたいパターンはさもう編めないよ、一日24時間っていう枠の中じゃ。でもさお金はさ、まあ、ちょっとねもう頑張ればお金って増える兆しがあるけど、時間だけはどう頑張っても増えないじゃん。そんでもう丸一日さ大富豪になったとしてさ、石油王と結婚したとしてさ、一日中さ、ね、寝てるだけでお金がわんさか湧いてくるような、一日中編み物だけで暮らしていけるようなさ生活環境に何天と地がひっくり返ってなったとしても、そしても全部は多分編めないじゃん。だって52ソックスのさやつ全部編みたくて、でそれが第2弾も出るってことでもう100以上はあるわけでしょ。でこのパターンも25あるわけでしょ。であとショールもさ、52ショールのやつも全部編みたい、あとなんか52ニットもう全部編みたい、もうそれでもまた100増えてでラベリーで買ってあるのもいっぱいある。もう絶対に生きてるうちには編み終わらない、全部はやばいって思ったら、なんか逆にね、なんかこの前泣きそうになりました、もう絶望感に襲われて絶望したよ。なんかでどん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 可愛いパターンはさ、今こうやってる間にもなんか生み出されているわけだしさ、なんかワクワクドキドキ楽しみを通り越してこの前絶望に変わったんだよね、それを思っちゃってもうそんなこと考えててもしょうがないとりあえずこちらとこちら、結局これね2足同時編みにしました。2足同時編みが好きです、やっぱり。またお楽しみにしていてください。それでは私の英語の YouTube は注意してお聞きください。それではまたねー。